DB7 はイギリスの自動車メーカーアストン・マーティン・ラゴンダ・リミテッドが1994年から2004年にかけて製造していたクーペまたはオープンタイプの高級車である。1994年にデビューした DB7 は1960年代後半に発売された DB6 以来23年ぶりに DB の称号がモデル名に与えられたモデルである。 当時同じく、フォードモーター参加にあったジャガーのスポーツモデル、ジャガー、XJS をはじめとするジャガーの各モデルとの部品の共通化が、1989年に発表されたビラージュよりも進められ、直列6気筒三3.2リッターエンエンジニア、シ,ャシーのみならず、多くの転送系も共有している。1999年にマイナーチェンジを行い、ヤマハ発動機が、 フォード・トーラスの高性能版所用に設計した V 型6気筒 DOHC エンジンを2機つなげた形で生まれた V 型12気筒エンジンが投入されトランスミッションや内外装もアップデートされた2004年に生産を終了し DB9 が後継車種となった1987年にアストン・マーティンがアメリカのフォード・モーターに買収された後にフォードから出向してきた ウォルター・ヘイズ率いるアストン・マーティンの新しい経営陣によって主導された全く新しいモデルの開発プロジェクトである NPX プロジェクトとして開発がスタートした。1989年に発表されたビラージュよりも廉価で、かつ伝送系や駆動系を中心に近代化されると、同時に新しくはあってもアストン・マーティンらしさを強く押し出した内外装の デザインを持つことを目標とされた。なお、当時のアストン・マーティンは、フォードの資本による経営再建が行われている最中であり、新たな技術を導入し自動化が進んだ新工場で製作されることに合わせて、開発費の回収を早急に行う必要があったことや、同様の理由から開発費が制限されたことから、シャシーやエンジン、系や駆動系そして内装パーツに、 時を同じくしてフォード参加になっていたジャガーの XJ や XJS と共通のものを多用することが決定したが、これらが最終的には工作精度や品質の劇的向上に大きく貢献した。また、当時ジャガーのエンジンを搭載することを批判する者も,もいたが2016年にデビューした最新モデルの DB11 はメルセデスベンツ製のエンジンを搭載している。アストン・マーティンの経営再建が行われている最中であることもあり、全体の開発からテストに至るまで、ジャガーのレーシングカーやスポーツモデルの開発を行っていた元レーシングドライバーのトム・ウォーキン賞率いるトム・ウォーキン賞レーシングの手に委ねられた。デザインは当時、フォードのギアスタジオから、 TWR にヘッドハントされたばかりのゲンジャガーのデザインチーフディレクターのヤン・カラムが手掛けた。なお開発チームには TWR でレーシングカーの開発に関わっているものだけでなく往年のフォーミュラ1チャンピオンのジャッキー・スチュワートも加わっているほか発表直後に死去した DB の名称の元となった元アストン・マーティンのオーナーのデビット・ブラウンも監修を行った。 DB7 のリアビュー DB7 のインテリア DB7 ボランテ1993年のジュネーブモーターショーで発表され1994年から発売された。なお生産は旧大化したニューポートパグネル工場ではなく新たに買収されてフォードの最新の生産技術が導入され以前はジャガー XJ220 の生産も行われていたバンバリーにある 新工場で行われた。なお、車体のペイントは、バンバリーでは行われず、当時クルーにあったロールス・ロイスの工場で行われた。エンジンは1990年より、ジャガー XJS および、XJ6 に採用されていた、直列6気筒3.2リッターエンジンに、アメリカのイートンのルーツ型スーパーチャージャーを追加し、出力を向上させたものが使用され、トランスミッションは、 XJS からの流用である、ジェネラルモーターズ製の4足 AT と、ゲトラグ製の5足 MT が使われているが、当時のジャガー名物であった AT の J シフトは採用されていない。電送系や内装パーツにも、ジャガーやフォードと共通のものを対応することで、かつてないほど近代化が進むと同時に、コスト効率の向上。 工作精度の向上が図られたれたが、インテリアには、より上質なこのリー製のレザーシートや、ウッドパネルを使用するなど、アストン・マーティンらしさが保たれていると評価された。またエクステリアデザインも、1989年にデビューしたビラージュとは違い、アストン・マーティンらしい個性が反映された曲線を多用したデザインで、イギリスの自動車雑誌や、 トップギアのジェレミー・クラークソンなどからアストン・マーティンらしさが表現されている洗練されたデザインとの評価を受けた。日本では前年にアザブ自動車から引き継いで正規輸入販売代理店となったばかりのアトランティックカーズの手で1995年にクーペの DB7 の販売が始まった。全車左右ハンドルの選択が可能であった。 1996年にドロップヘッドクーペの DB7 ボランテが追加され、同時に全モデルにエアバッグが標準装備された。なお1998年には、イギリスの紳士向けファッションブランドのアルフレッド・ダンヒルや、アメリカの高級百貨店のニーマン・マーカスの名を冠した限定モデルも販売された。イギリス国内のみならず、かねてからアストン・マーティンにとって、 最大の市場であるアメリカでも、好意的に受け入れられ販売は好調に推移した。しかし、スーパーチャージャーを追加し 330PS を出す、ものの、もともとは、ジャガー XJ などの大型サル運用に開発された、直列6気筒3.2リッターエンジンは、その味付けがおとなしすぎるとの評価を受けたため、より、パワーアップされたエンジンの搭載が期待された。 DB7 バンテージボランテ V12 型5.9リッターエンジン DB7GT1999 年にマイナーチェンジを施し、よりパワフルなエンジンを求める声に応える形で 420PS を発生する V12 型5.9リッターエンジンを搭載した DB7 バンテージと DB7 バンテージボランテに切り替わった。このエンジンはもともとヤマハ発動機が フォードトーラスの所用に設計した乗用車用の V 型6気筒から発展したものなので、ほぼ同じ排気量のフェラーリ V 型12気筒と比べ、背の高い大きく重いものであった。なお、これにより直列6気筒エンジンを搭載する DB7 と DB7 ボランテは廃止され、これ以降は久々に復活した直列6気筒エンジン搭載のアストン・マーティンの系譜が途絶えることになった。 同時にパワフルな V12 型5 9リッターエンジンに対応するためにトランスミッションの更新が行われた。またオプションの19インチタイヤには横浜ゴムのハイパフォーマンスタイヤ AVS スポーツが標準装備された。さらにフロントに内蔵されたフォグランプなどフロントを中心とした外装のマイナーチェンジと レーシングイメージを演出したようなプッシュボタンによるエンジン指導などの演出的な機能の追加やダブルエアバッグの採用シートの形式を中心とした内装のマイナーチェンジが行われこれまでのヘッドレスト一体式のシートからシート本体とヘッドレストが分かれたシートになったブルーのバンテージがローワンアトキンソン主演のスパイコメディアクション映画ジョニー・イングリッシュに イギリスの長方機関ミナ7から主人公に支給された車として登場している。2002年から2003年にかけてエンジンが 435PS パワーアップされると同時に足回りが強化され専用のデザインのアルミホイールと控えめな空力パーツがおごられた限定生産モデルの GT と GTA が生産された。なお、生産台数は GT と GTA 合わせて302台であった。DB7 シリーズは、アストン・マーティンの新しい経営陣の狙い通りに、メカニズムの近代化と品質の向上、そして生産効率の向上を行うことに、貢献しただけでなく、旧大化した、生産体制と高い価格のために低く抑えられていた、アストン・マーティンの販売台数を世界的に大きく、引き上げることに大きく貢献し、 アストン・マーティンのモデルとして過去最高の約7000台を販売して2004年に生産終了した。その後はマレ・クライヒマンとヘンリック・フィスカーによりデザインされた完全に新設計のモデル DB9 に引き継がれた。なお当初はミッドシップのニザモデルとして開発が進んでいた DB8 は市場規模が小さいと判断され開発が凍結された結果、 結番となっている。DB7 ザガート DBAR-1DB7 バンテージの派生モデルとしてアストン・マーティンと兼ねてから深い関係にあるイタリアのカロッツェリアザガートが内外装をデザインした DB7 ザガートが2002年から2003年にかけて99台が限定販売された。ザガート伝統のダブルバブルルーフが特徴的なデザインを持つ。 なお同モデルのエンジンやシャシーは元となった DB7 バンテージと共通のものである。2003年のロサンゼルスモーターショーで同じくザガートが内外装をデザインした DBAR-1 が発表され、99台がアメリカ市場のみで限定販売された。ロードスターの名の通りにホロもないモデルでエンジンやシャシーは元となった DB7 バンテージボランティと共通のものである。 なお、DBAR-1 は、その後はストン・マーティンから独立し、フィスカーの経営者となった、ヘンリック・フィスカーもデザインに参画している。また同社は2004年に公開されたアメリカ映画、オーシャンズ12に、バンサン・カッセル演じる、フランソワ・トゥルアーの愛車として登場している。ありがとうございます。